っしゃー、動画撮りますか。あ、どうも、ひでおです。こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ひでおワールドです。ということで、今回はですね、すげーまったり動画なので、皆さんのんびり見ていただけたら幸いです。で、タイトルの通りでして、はい、電動シェーバーを買ったよっていう動画です。それだけです。以上となります。動画ご視聴いただきありがとうございました。まあ、結論言うとですね、今回、はい、こちらの電動シェーバーを買いましたってことなんですけど、でこれ Amazon で売られてる、まあもうもろ中華製の電動シェーバーなんですけど、Amazon のストア名がですね、イヤーさんみたいな、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、そこで売られてるこういうポケットシェーバーなんですけども、これをですね、2024年1月16日にポチりました。1月の月末に動画撮ってるんですけど、今現在価格2480円でして、僕が購入した時はですね、なんと2099円でございました。割と安かったです。高いけどね。でなんでこれ買ったかっていうと、まあ、簡単に言うとですね、僕が約2年前に買ったこのカシムラのですね、はい、ポケット電動シェーバー、もう超ちっちゃくないですか、超シンプル。まあ、これがですね、はい、もう見た通りもうギッザギザになってまして、もうめちゃめちゃ指引っかかるし、これヒゲにこうやってやってると、実際にやるとちょっとあれなんですけど、こうやって電動シェーバーやってる時に、この外刃っていうんですか、こんな感じでもうペラペラ、めちゃくちゃ柔らかくなってて、ヒゲ剃ってる時にバリーンっていつも取れるんですよ。で、しかもボロボロなので、肌が傷つくプラス、これが途中で作業が中断されてしまう。もう朝さ、労働行かなきゃっていう時にこうやってやってる時にさ、こうパチーンって取れるんですよ。っていうのを、実はもうね、約もう数ヶ月前ぐらいですかね。ぐらいから、まあちょっともうボロボロになってて、で僕全然お金使わないというか、もう全部お金はもう仮想通貨、FX、株式投資、インデックスファンド、読書。で、最近だとまあちょっと洋服こういうの買ったりとか、まあ身支度整える的なところにしかお金使ってないから、電動シェーバーを買うっていう選択肢なかったんですけど、まあ、そろそろこれちょっと時間もったいないし、傷ついたりする恐れがあるっていうのを考えると、あ、じゃあ新しく買おうかって思って今回買ったのがこちらのイヤーさんっていう中華製のね電動シェーバーでございます。でこの動画はですね、まあレビュー的な動画です。でこれが買ったのが僕1月16日でして、今動画撮ってるのが1月28日なんですけど、なので約2週間ほど使ってみました。結論なんですけど、僕的には割と深掘りできて好きかもしれません。なので現段階としては買ってよかったです。はい、ということで今中華製のヒゲ剃りで電動シェーバーで剃った直後でございます。特にまだ顔をこうヒゲ剃った後濡らしたりとかしなくてそのままなんですけど、はい、いかがでしょうか。こんな感じです。結構綺麗に剃れてませんでしょうか。どうでしょうか、ちょっと近づけると。はい、まあちょっとね、僕の体質上もしかしたらこううっすらなんかそういった感じのがあるかもなんですけども、基本もうスベスベツルツルトゥクトゥクでございます。もう結構深剃りもできていいんじゃないでしょうかという、はい、はい、参考までに映像を撮ってみました。以上です。じゃあ具体的にどこら辺がいいのかっていうと、まずお値段が安かった、約2000円で買うことができました。まあ今もですね、これなんか 5% オフクーポンの適用みたいなのがAmazon のページにあるんで、まあね、ちょっと安く買いたいなっていう人はぜひ、その 5% オフクーポンとか使ってみるといいかもしれません。まあ僕の場合2000円で購入できました。で、まあシンプルなところですね。はい。特になんか、まあこういった印字ありますけど、まあなんかロゴとかもなくていいかなっていうシンプルなところがいいなって思いました。で、3つ目に、はい、コンパクトですよね。はい。もう3つ目にコンパクトなところがいいなっていうね。僕がね、今まで買ってたポケットシェーバーって、はい、このカシムラもそうだし、で、他のね、ポケットシェーバーもそうなんですけど、もう、ポケットシェーバー大好きマンなんです。なんか手軽だし、で、あと僕の場合、5枚刃とか4枚刃とかでやると逆にね、肌がね、荒れちゃうんですよ。だからね、1枚刃派なんですよね、実は。いや、本当は1枚刃って時間かかるし、あれなんですけど、なんか1枚刃の方が僕の肌というか、僕のヒゲ剃りライフにとっては、パフォーマンスが高いと言いますか。まあ、なのでね、このね、コンパクトだらいいなと思って買いました。で、4つ目にですね、結構深剃りができる、まあ、よく剃れるって言った方がいいですかね。刃を見せるとこんな感じなんですけども、はい、もうシンプル。これもスーパーシンプルな、もう1枚刃でございます。ちょっと中身も見せましょうか。ここ取りますよ。はい。こんな感じです。はい。もう本当に1枚刃。で、今これ動画撮ってるのがもう午後3時頃なんですよ。だから朝剃ってからもう数時間経過してるんですけど、どうでしょうか、僕のこのヒゲ剃り、ヒゲ
な感じ。やっぱり午後になるとね、ちょっとヒゲが伸びてはくるんですけど、まあ、朝だいたいこうやってこれで綺麗に剃ると結構綺麗にこうツルツルと言いますか、まあ何もないんですけど、まあいい感じに剃れるんじゃないのかなっていうので、結構僕はこれ剃り心地いいなって僕は思ってます。このね、カシムラもね、すごくね、コンパクトなくせに、コンパクトなくせにってちょっと言い方あれですね。コンパクトなんだけど、すごく剃り心地が良くて、これ結構気に入ってたんですよ。これもね、2000円ぐらいで買えたかな。1900円ぐらいかな。だから正直、もうこれでずっともう人生今後これでをずっと永久ループしようみたいな覚悟でいたんですけど、割と僕はなんか好奇心というか、なるべく変化をちょっとだけして、それよりこれよりプラスな効果があるものとか、これよりさらにいいメリットを享受できるっていうのを考えた場合はね、あ、じゃあやっぱりちょっとした挑戦変化は必要だなっていうことで今回これ買ったんですよ。その結果、まあこれとりあえず互角ぐらいかなってぐらいなんですよ。だから多分ね、他人からするとどっちでもよくねっていうのがまあ正直他人の思うあのポイントだと思うんですけど、まあ僕的にはとりあえず今回これ買ったんで、で今のところ剃り心地はまあいい感じかなっていうので、でまあ4つ目はこんな感じです。で5つ目なんですけど、これあれなんですよ、タイプ C でございます。はい、タイプ C 充電の、これマジポイント高いですよね。電動シェーバーで、まあこのカシムラもそうなんですけど、これもタイプ C なんですよ。やっぱりタイプ C で充電できるのってね、すげえ楽なんですよ。なんかちょっとね、ケーブル探す手間とか省けるし、スマホのさケーブルでバーンってやって充電もできるしみたいな。タイプ C は別になんか、別にタイプ C じゃなくても確かにいいんだけど、タイプ B だとかなんかね、独自のケーブルでもまあいいんだけど、できればタイプ C であったらなんか嬉しいよねっていうタイプなので、ありがとうございます。そして最後6点目でございます。6点目はこちら。はい、これね、あの買った時にね、標準でケースがついてくるんですよ。これは人によってはいらないと思うんですけど、まあ僕も正直言うと、まあ別にうーんって感じですけど、まああのこういうタイプ C ケーブルとか、ヒゲのね、ヒゲを落とすチビほうきだったりとか、あと説明書だったりとかっていう感じで、でこのねポケットにこうやってこれを入れて収納できるみたいな。僕の場合ね、もうダイソーのこのポーチがあるんで、はい、この中にねこういろいろ鼻毛カッターとか、なんか眉剃りとか、なんかチビバサミみたいなのが入ってるんで、まあ正直ね、ケースいらないんですけど、だけどこのケースあると、なんかすごくこの結構頑丈と言いますか、あ、なんか大事にこのシェーバー使えそうだなーってのがなんか嬉しくなっちゃうよね。僕とかほとんどもう肉体労働ばっかで、でずっと家でなんかパソコンでこうなんかブログ書いたり YouTube やったりとかして、で読書してみたいな、そんななんか旅行だったり遠くに行ったりだったりとか出張だったりっていうのがないので、このケースはね、すごくあのめちゃめちゃ効果発動できるかっていうとそんではないんですけど、まあただね、この動画見てくださってる人が、まあね、旅行行く、出張行く、お出かけする、泊まりがある、遠征があるとかっていう人だったら、まあ割とこれはなんて言うんだろう、こういうセットで来るのは嬉しい人は嬉しいんじゃないでしょうかと思いました。まあレビューはこんな感じですかね。一応念のために言っとくんですけど、多分ね、電動シェーバーを探してる人で、しかもポケットシェーバーを探してる人で、さらに一枚刃の人で、しかもタイプ C を探してる人でみたいな、めちゃくちゃニッチなところ今僕話してるんで、多分好きな人には好きだと思うし、あ、なんかこれいいなって思う人も多分超少ないけど、まあいると思うんで、今回こうやってアウトプットしてみました。すいません、紹介し忘れてたんですけど、これ横にですね、はい、スイッチが2つありまして、でまあこのこれが僕がこう使うとして、僕から見て右側ですね、この右側がこういう、ちょっと見えますか、はい、こういうトリマー付きなんですよ。正直トリマーって何って僕ちょっと思ってるんですけど、まあ、トリマーってあれだよね、多分ここら辺とかをビーってやる感じだよね。まあその機能がこの右のボタンでこう立ち上げることができますと。こっちの左側、僕から見て左側のこの左手でこれを上にスイッチを上げると、何が起きるかというと、いきますよ、こういう感じ、結構音パワフルですよね。はい、結構パワフルなんですよ。なのでさっき言った、あの結構剃れるっていうのは、このパワフルさがあるおかげかなって思います。で、ただ結構ね、1週間結構僕しっかりこう剃るんで、1週間結構しっかりこうやって朝剃ってて時間かけてると、まあ、バッテリーが、まあ、いわゆるチャージ量がどんどん減ってくるので、そうすると馬力がちょっと遅くなってくる、あの弱くなってくるっていうのが一つの、まあデメリットってわけじゃないけど、まあ当然といえば当然なんですけど。なのでちょっとね、あのしっかり使う人はまあ充電してっていうところですかね。はい、ということで今回はこのね、ヤーさんの、ヤーさんで合ってるのかわかんないんですけど、まあ中華製の電動ポケットシェーバーを買ってみたよ、使ってみたよというそんな動画でした。このね、約1年から2年間使ってたこのカシムラの電動シェーバーもね、すごくポケットな感じですごく好きだし、シンプルでいいんですけども、またこのね、ヤーさんの方はちょっとまたこう形が違くて薄くて、これはこれでなんかちょっと好きなものかなって思って、結構個人的には嬉しい買い物だったかなと思います。概要欄に今回僕が購入したこの中華製の電動シェーバーのヤーさんのヤーさんってAmazonのリンク貼っておくので、もし気になる方はチェックしてみてください。とりあえず
今のところこれ使ってて、まあ、不具合不備は特に見られないので、まあ、今後はこれがちょっと尽き果てるまではちょっと使っていければなと思っております。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。